ゴロルのマッキョじゃん。え、チョレ。待って、今キャラメル食ってる、チョレ。あ、倒しちゃった。じゃあ一気に倒して、ポケットに負けた。さすがにポケモンの元気もなくなった。変な喋り方になっちゃった。よし、ダークボール3つ。嬉しい嬉しい。あ、またいるわ。釣れねえかな。来た。二度と釣りしねえ。よし、どういう形なんだこいつ。じゃあまあとりあえず効果なし。ちょっと待って、たまたま効果抜群のやつ俺選んだんだ。きた、完璧お前。こいつな、こいつ一応 BW のポケモンなんだけど、水性タイプじゃねえのかな。オッケー、マジでこれ捕まってくれないと本当こいつ嫌いになる。よし、来た。何タイプだこいつ。地面か。お、レベル上がった。いい、踏んでも違和感ねえからこいつカーペットでいいか。何タイプだったんだ、見てなかった。地面鋼、そりゃめんどくせえな。これはあれ、あのあそこにいるやつ欲しいな。いや、こいつばっかじゃん。え、他にいねえの。粘りのかぎ爪、締め付けに巻きつけるダメージ与える技のターン数が増える。ナイス。あ、お前後ろ向くんかい。しごり疲れたら勝負、鍛えた筋肉を見せ上げます。匠、男じゃん。ダンゴロ、いや、ピーター不利だわ。水の波動、そろそろ新しい技欲しいな。よし、どっこらもどっこらもこのままでいっか。もうゴリ押す、ゴリ押す。オッケー、これピーター出れねえな前に。はい、仕事と勝負に使う筋肉は別、知らないっす俺。佐久間も出せないしな。メソラードやっぱ前だな。ここマジで、えエールドン、マジ誰お前ら。ちょっといいかな君、ジムチャレンジに参加してるよな。人違いじゃないですか。いやーすごいですよね、ぜひお手合わせしてくださいよ。いや、よーけどマソージ、ファンに囲まれてるのか、まるで兄貴みたいだぞ。ファンなのか。ちょっとちょっと話し中に何なんですか。俺はホップ、未来のチャンピオンだぞ。ナイスジョークです。笑えない以外は面白いね。笑えない以外は面白いね、何て言ってんだお前。そうか、じゃあ勝負だ。トレーナーなら笑顔になるぞ。うん、キラン掃除一緒に戦うぞ。いいよな。はい、いいっすよ。もう二人で、俺一人でも二人倒せるけど。チャンピオンに推薦された俺たちの強さを教えるぞ。仕方ないな、ジムチャレンジの厳しさを教えてあげるかな。なんか面倒なのが来たな、一人ずつ片付けたかったのに。いやこいつらなんやかんやクズだな。うん、思った。2体っすか。
お、まっすぐも使ってきやがった。あ、ウールまだ進化してないんだ。どうしよう、フォックスライてか力の差がありすぎる。ギリギリウール、ウールやばいな、ウールやられたな。いやでも俺そんな食らってない、マジか。ラビフット、あ来た、これの共闘。どうしよう、水鉄砲でフォックスライてか4体仕留めんのか俺。いやもういいだろ。あ、いいね、俺のラビフットも二度切れ持ってるよ。なぜか御三家3体いるけど。なんか次ヤンチャムか、ヤンチャムも使うのか。僕すらはたいて倒すか。はたいてねえしな、はたいたのあれ、ただ舐められただけだなって気がするけど。ちょっと待って。めっちゃ怒るやん。え、あれ、あれはレパルダス。ちょっとめんどくさいからカルも出していいかな。ちょっとね。あ、もう当たってなかったんかい。お前倒すんだよそいつを。あった、やっとあった、佐久間突進。あっ、つけた、バックアウトいいよ。よし、よし倒した。よし、オッケー、負けた、俺たちもエールをもらえる。殴っていい、本を使えたら勝てるチャンスがあった。俺戦ってる最中なのにケーブル探してた。チャンピオンが兄貴、ダメな兄貴じゃないのか分かったぜ。エールダンが来たらさっさと消える。こいつはちゃんと応援しろよ、嫌いなんだけど。さすがキルマ掃除、それでこそ俺のライバル。それにしてもカブさんどこにいるんだ。よし、よくを探すぞ。はぁ、あ、疲れ、おい、カジリガメだ。やべえ。あ、回復してくれてる、ありがてえ。うん、逃げた、星のかけら。カジリガメ捕まえて、あ、もうやったじゃん、毎回倒しちゃう、トンボ帰り。危ねえ、ちょ見てなかった。いるし、あ、マジか、マジか。あのアザマシン欲しいな、鉄道員の司モグリュー。あ、マジ、はい、終わり、あ、おしまい。パチクリレベル29、パチクリ何レベルで進化すんよ。てかやっと30いったやん俺のメスランド。え、あれピーターまだ29、嘘、いつの間にか越したな。
よし、オッケー。なんというパワー、吹き通されたのはこっちでした。よし、ピータももうちょっとで30か。砂地獄、なんか、うん、だよね。なんか、ま、なんか、何ターンか、ずっと食らわすやつしかなくね。さすがに、あ、ホップ。あれ?エルダン、トレーニングにお付き合いありがとう。だが、働くトロッコンの邪魔は許されないことです。邪魔なんてどうでもない、トロッコンへのエールです。でもポケモン勝負でボロボロに荒れちゃったからエルダンは消えるのです。消えたな。応援はいいけれど邪魔はいけないからね。うわあ、泣き声これでいいの。カブさんかっこいいぞ。さすが炎のジムリーダー。君たちはダンデが推薦したホップにケロマ掃除だね。あ、違う、変な感じのやつ。ホップにケロマ掃除だね。そう、君たちのジムチャレンジャーと最高の勝負をするためギリギリまで鍛えるんだよ、鍛えているんだよ。じゃあ結構強そうだな。炎タイプのポケモンで戦う僕にとって、僕、私とかじゃないんだ。水タイプがいる第二鉱山修行にぴったりだ。じゃあ俺だいぶ相性悪いぜ。とはいえ夜も遅い。第二鉱山抜けてまっすぐ進むはエンジンシティ。ホテルに戻りゆっくり休んでコンディションを整えなさい。さあトロッコも帰ろう。僕が送っていこうじゃないか。いくつこの人。ぐわー、明日は燃えるよ。いくつだっけ、いくつだっけじゃん。兄貴が言ってたぞ、カブさんに勝てなくて諦める自分チャレンジャーが多いって。よーし、俺も燃えてきたぞ。お前炎タイプだから結構難しいって。で水タイプ炎って結構難しい状態になってるけど。ホテルスボミーインに泊まりましょう。あら、さっきのトロッコンだけど、お前ポケジョブって知ってる？知らない。ポケジョブってね、もうしょうがねえな、俺が教えてやるぞ。確か兄貴のノートにはこう書いてあったの。会社とかからの願いをポケモンに手伝っても。会社とかポケモンセンターでロトミが受付できる。この先はエンジンシティ、ホテルで遊びにいいのやつ。明日は炎のジムリーダーカブさんに挑戦だぞ。うん、おい。なんか、うん、ガタイよくねえお前ら。お、お前最高。ネストボールめっちゃ使えるね。でも今までの中で一番最強だと思うピーターレベル30になったな。ポケモンモンスターボールだけどね。おい、え、もう進化早くね。ピーターの様子が進化は想像できねえ。なぜその姿になった。おい、ストリーンだ。なんでその姿になった。ストリーンだのデータが、電気、胸の突起をかきむしり電気を起こすとき、あたりにギターような音が響く。もうやべえよ。スパーク欲しかったな。よし、お前何があったんだ。なんか急に風もないのに揺れてる木を見かけたら、それがソッキー。雨の日は姿を隠す。マジか、意外と早かった。夜のズックか、オッケー。じゃあこれで捕まえるか。確か夜のずくいいんじゃん。夜のずくはの色違いがいるんだけど、確かアニメだとサトシが捕まえたのは
なんか色違いのユルロン族を捕まえたらしいのね。色違い持ってるってあいつ天才かと思うんだけど。俺も色違い持ってるけどね今。じゃあこれ拾って、おっ、いやめっちゃ強くね強くね。じゃあ一回ピーター戦わしてみるか。みんな強くなったな。ピーター出会ったばかりなんだけどね。あ、彼もレベル30。よし、じゃあ早速戦ってみるか。お若いポケモントレーナーさん、まあまず実験台一人が来たね。ワンパチ、まあ俺のワンパチも進化したしな。互いに電気タイプだけど、てか姿勢崩さねえなこいつ。妖怪駅かっこいいな、投げ方。ジタバタ、ジタバタはそれなんだ。心盛り、あ、これいいね。これは電気タイプの技使うからね。いけ、スパークだね。ま、うん、ビビった。そっか、エスパーだこいつ。早すぎて見れなかった早すぎて見れなかった。よし、おい待って、えやば、守り小判金めっちゃもらえるの。